なんかやっぱりどっちもカルチャーだと思うんですよ。文化、新しさと本質みたいのが常に残ってるっていうのってあるようであんまないですよね。鳥羽周作です。職業は、料理人です。もう10年とかもっと下手したらもっと前だと思うんですけど、まあ、自分がとにかくネイビー好きで、ネイビーといえばみたいな時にキャップって言ったらもうヤンキースカラーがドンズバで、当時まだそのフラットなやつよりもちょっと湾曲してるやつとかのザ・ベースボールキャップみたいなところから行ったのが最初っすね。結構ぴったりめで、あのちょっと上向きにして、つば上向きにしていく感じが最近は好きですね。ただあの本当にリアルにキャンプ行ったりとかするときは、このここ前が柔らかい感じのやつで、ちょっとこう曲がってるみたいな感じのやつがあのいいっていうのをなんか最近ちょっと教わったんで、それも気になるし、なんか帽子ってそんなに細かいの今思ったけど、そんなに細かい世界があるのっていう、 UA だってやっぱそういうところが実は知られてないっていうか、結構その細かいチューニングできるのいいっすよね。なんか料理にすごい似てるっていうか、これはなんか広い意味で言うと、まあ、パスタ料理、まあ、パスタ料理で別になんかラビアータでもカルボナーラでも何でもいいんですけど、なんかそれなぜかっていうと、ただ自分の中での料理のアイデンティティみたいなところがやっぱりイタリアン出身で、まあ、パスタ料理なんですよね。自分の中で帽子といえばみたいなところで、ニューエラでヤンキースみたいな、なんかその一番こう根底の部分のネイビー好きだしみたいなところでは、まあ、そこに至るかなっていうか、まあ本当にブレないど真ん中って感じだと思いますけどね。なんかやっぱりどっちもカルチャーだと思うんですよ、文化。なんかそこが新しさと本質みたいのが常に残ってるっていうのってあるようであんまないですよね。だから実は食っていうのもそういう部分では新しそうに見えるけど、昔からあるのをチューニングちょっとだけしてるだけでずっと残ってるみたいな、だから本質っていう部分でのファッションと食って残ってるものは必ず本質があって、長く続いていくことでカルチャーになっていくみたいな意味では、すごいファッションと食ってこうカルチャーっていう部分で密接な関わりあるし、その中のニューエラの立ち位置ってこうずっとこうどのシーンにも顔を出して選ばれてるっていう意味では、なんか自分の中ではそのさっき言ったパスタとかみたいなオーセンティックな部分もあるけど、どこか新しさを常に持ってるみたいな感じはしてますけどね。食べ物で好きなのはもんじゃ焼きとお好み焼きっすね。あ、たこ焼き。これはもんばっかりみたいな。坂本龍一さんが自分が好きなニューヨークのレストランの音楽があんまり良くないって言って自分で選曲したっていう話があったんですけど、まさに自分もなんか音楽すごい好きだけど、レストランで聴く音楽で思わずシャザムしたくなるようなものがあんまなかったりとか、なんか自分がこう昔、まあ、DJ ムロさんのディギアス96年聴いた時のあの心地よさってなんかめっちゃ最高なんですよ本当に。でそういう空間で飯食べれたらいいなみたいな感じで、あの音楽の重要性、多分なんかレストランって体験価値のお店なんで、単純にこう視覚だけでも食べた感じだけでもなくて、そこにやっぱり心地のいい音楽みたいのがあることで、なんか結構美味しさってもっと感覚的には良くなるかなっていう、どうやって世の中を幸せにしていくかってことしか考えてないっていう、そこのシンプルな自分の中でのスタンスっていうのが実はいろいろな物事の判断基準におけるすごい大事な指針になってるんで、まあそこはぶらさずやってる。でもそこはぶらないで やっていく中でやれることが増えてるんで、どん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 まあいろんなことはやってるけど、最終的にはそこがまあ美味しいで世の中の人がハッピーになってるかどうかみたいなところは常にまあ立ち止まりながら考えられるみたいになってると、すごいスピード感があって判断できるし、割と迷いがないんで、あのスパッと行動できるっていう意味ではあのすごいいいなっていうのと、まあ終わらないこう課題が一生解決しない、世の中の人が100人幸せになったら終わりってことじゃないんで、永遠と続く課題に自分は美味しいでこうチャレンジしてるっていう部分では常にこうモチベーションが枯渇することがないっていう環境で仕事できてるんで、まあ永遠と頑張れるかなって感じですね。